おはようございます。おはようございます。おはようございます。本日はですね、受講生さんの森中さんが遊びに来ていただきましたのでインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速もうしていきたいなと思うんですが、今打ったでしょ。そうですね。私は久々のインタビューなので緊張しています。はい、もともとは何時間睡眠で、はい、ネイチャースリップ受けられてから、はい、まあ、現在今何時間睡眠になったかっていう、はい、だいたい平日は5時間から6時間ぐらいで、はい、休みになると、はい、なんか予定あって7時間とかで、まあ、下手するとまあなんか昼までなんか9時間も10時間も普通に寝ちゃってたんで、平均っていうとちょっとわからないですけど、よく言われるまあ7時間とか 6、7時間って感じですかね。はい、今ちょうど2時間に挑戦中で、今1週間、ちょうど1週間目かな、2時間まで。ですね。はい、3時間睡眠とかは大体どのくらいの期間でなりましたか？セミナーに参加したのは11月の半ばの、はい、確か記憶では14日とかなんですけど、あの、はい、ブログつけてるんで、ね、そうです。ブログなんで日付がしっかり覚えてるんですけど、はい、そこから初めてなので、うん、自分でなんかこれいけたなと思ったのが1ヶ月ぐらいですと。で、その頃ちょうど下田さんとあのセッションで話をして、はいはい、で年末の年始のなんかその環境が変わる、実家に帰省したりとか忘年会があったりとかいろいろ変わるので、そこを超えてから安定とみなしましょうぐらいの感じでこう言われたので、ほうほう、まだかと。俺はまだかと。そんなことないですけど、あのその方が安全かなっていう、ね、はい、なのでそこまではじゃあ行こうかなと思って、あ、まあ、特にその年末年始とかで崩れることもなく行ってたので、はい、まあ、でそれで一応安定と認めているので、まあ、年末年始超えてからぐらい、うんうん、1ヶ月半とかぐらいでまあちゃんと安定したと言えるのかなと。短眠生活何日目ですか今日は？ちょうど昨日のブログが90なんで91日目です、はい、91日目、はい、いいですね。はい、はい、ネイチャースリープ、はいはい、受ける前に不安とかはありませんでしたか？不安というか、はい、まずあの僕 Facebook 広告で、うん、このね、見たんですね。流れてきて見て、これは俺のためかと思ったんですよね。はい、なんかあの聞いてたんですよ。そのショート、まあ、なんかあのウェブ IT 業界なんで仕事が、例えばエンジニアとかで全然寝ない人とかいるんですよ、周りで。そうですね。なんかあの夜9時に寝て12時に起きて、そこからずっと起きっぱなしですみたいなエンジニアの近くにいたりして、どんな体してんだろうなと思ってたんですけど、羨ましくてもしょうがなかったんですよ。自分でも仕事をしてると全然あの余暇がないんで、はい、あのゲームが好きなんですけど、はいはい、夜帰って友達とちょっと今日やるかっつって、はい、ゲーム始めて1時間経つと、はい、あ、もうちょっと眠いわもう眠いわってこうどっちかが言い出して自分も今日やめるかみたいなことになったりするわけですよ、うん、はい、だから寝なくてよかったらその期間遊べるわけじゃないですか、はい、でも仕事は目いっぱいやってるんで、これ以上別に仕事したいとは全然思わないんですけど、はい、遊ぶ時間が欲しくて、でそのためにめちゃくちゃいいものかなと思って、はい、だから本当にできるかどうかなんてちょっと分かんなかったですけど、とりあえず聞いてみる価値はあるかなって、はい、確かあの受講料3000円とかだったんで、3000円なんかまあ捨ててもいいので、はい、一回行ってみようと思って参加したのか、だから不安というよりは、うん、まあまあ期待の方が大きかったですかね、うん、ありがとうございます、はい、説明会はいかがでしたか？めちゃくちゃ面白かったですね。あの最初、はい、めっちゃ怪しかったんですよ、椅子が10個並んでて、はい、うん、はい、僕ちょうど3人、僕で3人目なんですけど、はいはい、入ってきたら、はい、なんかあの端から順番にどうする、前に一番センターに座らされて、そうそう、10席でこう、うん、モニターの画面ね、大きいな、この感じ、はい、ね、完全にこうあの自己啓発で詰めに来るやつじゃないかみたいな空気じゃないですか。本当ですか、うん、やべえなと、はい、で、あの前にあの覚えてますか、あの これお茶っぽいですよね。お茶、そうです、ね、これ全然お茶っぽいからいいんですよ、うん、あのなんか下野さんもその時なんかピンク色の液体も飲んだそうでした。そうですね、あのアミノ酸ですね、ですね、あのトレーニングのためのちょうどこれに、これ見えますかね、ちょっとこれ今お茶、これ、ね、これなんですけど、これにこれなみなみとピンク色の液体入ってるんですよ、やばくないですか？見たことないですよそんなの。確かにそうです、なんかピンク色の液体と、はい、しかもなんかあの、はい、チャプチャプじゃないですか、それって。あ、そうですね、じゃなくて、まあ、ドロッとしたのお前みたいな、ちょっと粘度の高い感じのやつが2個か3個が並んでたんですよ、はい、今からあれがこう配られて飲まされて洗脳くんじゃねえかと。はいはい、あ、そういう考えも、この液体はなんかあるぞと、はいはいはい、いろいろこう思いますよね。あ、
そうですね、はい、確かにそうですね。ちょっと変えた方がいいと思います。そうですね、ちょっと気をつけます。本当に怪しいものじゃなくて、はい、筋肉を作るためのトレーニングのためのものなので、そうですね、はい、プロテインとかで一緒ですよね。そうです、そう、はい、なんか聞いてみれば分かるんですけど何も知らずに入ってきてあそこに液体あんなの置いてあると絶対飲まされんぞあれと思って。そうです、そうで始まった途端に、はい、志保さんか堀さんかがグイって言ったんでお前らの会と思ったんですけど実際始まってみて堀さんがこう何分かか話してたんですけど、なんかまあそのロジカルだったんです、すごい、うん、気合とか頑張るじゃなくて、こういうデータだからこうだとか、うんうん、論理的に分かるようにパン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 って説明してくるので、うん、僕もすごく聞きやすいというか、すごい僕も合理的で論理的な方なので、なんか無駄が多いとイラッとするなとかのなんかもうめちゃめちゃ合理的じゃないですか。そうです、ね、スパンスパンスパンってくるんで、はい、そうですね、頭にめっちゃ入ってくるわこの人の話と思って聞き始めて、だから最初にも20分ぐらいでクッて入って、うん、結構多分2、3時間話聞きましたけど、全然もうだれることなくて、すごいこう集中して聞けて、面白いなって感じの回でした。説明会に来て、半身の、まあ、ネイチャースリープカリキュラムって、はい、まあ、別でありますが、はい、いつ頃開始されましたか？その日に。あ、その日に。あ、はい、そうですね。3時間にしようって思いまして、はい、その日帰って、うん、寝なくていいんだったら寝ないでいいやと思って、まあ、そうですね、帰ってもうよし今日はゲームするぞと思ってゲームしたりとかして、はいはい、普通にもうね終電ぐらいで10時50時ぐらい帰ってますけど、うん、まあ、そこから普通に遊んで、で3時間睡眠をやってみて、でも失敗したのは4時間ぐらい寝ちゃったのかもしれないですけど、うん、まあ、一応3時間にしようって一応決めて入りましたね最初は。あ、ありがとうございます。まあ、じゃあ2時間睡眠とかって結構か、まあ、活動時間増えたとは思うんですけど、めちゃくちゃ増えました。痛みになって変わったことというか変化はありますか？まあ、ありすぎなんでちょっと何から喋ろうか、今から2時間ぐらい喋っていいですか？2時間ちょっとカメラ回りきるんで。そうですね、一番変わったのは、はい、運動ですね。運動、はい、もともと、うん、時間がなくてさっき言った余暇を増やしたいっていう中の、うん、なんか健康診断とか人間ドック行くと1日30分運動してますかってこうチェックつけるじゃないですか。そうです。1回もチェックしたことないんですよ20年間ぐらい。そうなんですか？それぐらい大学出てから運動してなくって。そうなんですか？で運動が嫌いなわけじゃないんです。あ、好きなんですけど、はい、なんかその時間がなくて、そうバドミントンとかテニスとかっていう相手が必要なスポーツが結構好きで、はいはい、なんか一人でやる筋トレとか、はい、マラソンとか大嫌いで、はい、あ、そうなんですか？そう、あ、今ね、はい、してるから、そうそうそう、意外結構走ってるので、そうそうそう、なんでしょうけども、はい、嫌でなんかやってみるんですけど、はい、ほんとつまんねえわ走るのとかと思ってすぐやめちゃってたんですよ。でだったんで、はい、自分でも意外なんですけど、はい、今回一番最初に始めたのが朝早朝のランニングで、そうなんです。なんでいつも3時間睡眠した時は3時に寝て6時に起きるってなったんで、だいたい朝電車乗るの9時とかでいいんですよ、うん、仕事場に行くのって、はい、3時間あるじゃないですか。起きて1時間ぐらいめっちゃ辛くて何もやることないしあ、確かに朝ごはんまだ早いし起きはするんですよ、はいはい、二度寝しに行ったりしないんですけど、うんうん、起きて机に座ってさ何をするものぞと、テレビ面白くない、YouTube 見てたら寝ちゃいそうだ、ボート立ってるわけにいかないみたいな、はいはい、なんかいろいろ考えちゃって、はいはい、で3日4日その朝のその悶々と過ごすしか嫌で嫌でしょうがなかったんで、うんうんうん、まあ、ある時よし外に行こうと思って、でたまたま今茅ヶ崎に住んでたんで、はい、去年の1月に僕都内から茅ヶ崎の方に引っ越してたんで、そうなんです、ね、そうなんです、はい、で湘南エリアって、ね、せっかく海があるのに僕海を全く生かさない生活をしてたんですね。なのでそうだ海に行こうと思って、はい、朝起きて走り始めると本当もう5分とか走ると海なんですよ。あ、いいですね。いいですよね、はい。最初行った時になんか早く起きすぎちゃって5時台に行ったんで真っ暗だったんですけど、確かに遠くの江ノ島の方にうっすら赤いラインが見えるんですよ。日の出のなんかサインみたいなのがあって、だんだん明るくなって、で雲間から差す光が見えてきて、で太陽が上がってくるっていうのを見て、めっちゃ気持ちいいじゃんと思って、でそれからそれにハマって、海もともと好きなので海に行って走るっていうのはこんなに気持ちいいものかと。はい、そう、初めてこの湘南エリアを生かしたぞ、はい、俺はって思いながら、やったと言って、そうなんです、そうなんです。今フルマラソンどこここは出ようと思って探してるんですけど、すごく走ってますもんね。めっちゃ走ってるんですよ。あんなに走るの嫌いだったのに。はい、なんかもともと好きで、こう、全然、あ、そうなんです。今だから走るとき、あ、初日ひどかったですよ。なんか夏の変な短パンに T シャツに、あ、服装、ボロボロの服着て、運動靴でもないなんかスニーカー履いていったんで、足靴ずれして、あ。
いきなり走っちゃったもんだから、はい、そうですね、その週末にちゃんとランニングシューズとか全部揃えに行って、うんうんうん、そこからちゃんと始めたんですけど、だからそれぐらいもう素人でした。結構な距離も走って、そうですね、最大でなんで、はい、多分ハーフぐらいも走ってるので1日で、ね、土日暇の時とかねちょっと走りすぎちゃって、茅ヶ崎から海沿い走って江ノ島越えて鎌倉に行ったりとか結構あるんですけど、すごいですね。朝ランもしてるし、はい、あとまあ筋トレした方がいいってずっと言われるじゃないですか。で、ジムに行って、最近パーソナルトレーナーもつけて、うん、そうなんですよ、はい。どうせなら腹筋割っとこうかなと思って。ぜひ、ね。夏のサーフィンまでに。ああ、いいですね。そうそう、サーフィンも始めたんですけど。サーフィンとランニングと筋トレ。筋トレと、そうですね、はい。あと家でボクシングをね。ゲームですけどね。ゲームですね。なんとなく、はい、はい。もうめちゃくちゃ1日にどれぐらいだろう。本当に運動に費やす時間で、多い日だとまあ、ね、3時間、4時間とか普通に使ってるので、はいはい、まあ、すこぶる快調ですよね。だから一番の変化だっていうんだとすると、なんかあの時間がまあ増えたから、やりたいこといっぱいやってるっていうのはもちろんあるんですね。うんうん、もうゲームもやりたいタイトルなくなっちゃったかなってぐらい、もうやりたかったやつちょっとダーって買っちゃったんで。これつまんねえとかもあったりなんですけど、でもゲームも結構楽しんで、はい、運動も楽しんでやってるんですけど、体の変化が結構やっぱり良くて、うん、僕あのパソコンとかそのずっと一日中座って、はいはい、パソコンでにらめっこしてるか、あとまあ人と話ミーティングしてるかだけの仕事なので、うん、ほぼデスクワークで動くことないんですよ。腰痛持ちだし、うん、肩こりだし、片頭痛持ちで、そうだな、週に1回2回はもう頭痛ぐらいの、まあなんかダメなおっさんだったんですよ。今、もう始めたのはだから、ちょうどね、90日って3ヶ月ぐらいですけど、うんそうですね、3ヶ月で僕、ブログやってるからわかるんですけど、頭痛1回なんですよ。この間。1回だけ頭痛来たんですよ、この前。はいはい、はい。1月のなんかで、あ、今日頭痛来たと思って、朝起きて、雨だったのかな、多分低気圧だったの、営業したと思うんですけど、はいはいはい、うん、頭痛が来た時に思ったのが驚きで、久しぶりだな、頭痛。って思ったんですよ、はい、だからそのまず頭痛に驚いたし、はいはい、であとその僕家にマッサージ室すごい寝落ちとかなんで あったんですけど、そうマッサージ室をもういらなくなった、もう2ヶ月とか使わなかったんでいらねえなと思って、はい、マッサージ室売って今そこにドラムセット置いてあるんですけど、ドラムセット、ドラムちょっとやりたくて、あ、すごい楽しみ。ドラムも昔から叩きたかったんですけど、ギターとかベースは弾けるんですけど、あ、そうなんですか。ドラムやったことなくて、はいはいはい、ちょっとドラム叩きたくて、ちょっとマッサージ椅子をどけたスペースが空いたんでドラム入れたりとか。あ、すごいですね。そうそうそう、ドラムと、ボクシング、はい、ゲームと、はい、ランニングと、はい、サーフィンと、はい、筋トレと、はい、90日間で結構そう激変してるでしょ。激変ですよね。そうなんですよ、人生変わっちゃったなって。あ、変わっちゃった、変わっちゃったなって思いますよね。あ、頭痛もなくなったっていうのはいいですね。そう、体調ですね。まあ、体調が悪くないの で腰痛も、ね、肩こりもないと全然気持ちいいじゃないですか、やっぱり動いてて。あとね、めちゃくちゃ食べるようになりました。めちゃくちゃって言っても多分凡人ぐらいなんですけど、もともと女性並みにしか食べなかったです。だからご飯は必ず定食で小。普通に大きいの食べない。食べますか。そう、ご飯小だし、はい、なんかまあたくさん食べない、なんかレディースセット頼んじゃったりするような感じだったんですけど、今もう普通に何盛りで食べるので、すごい運動量ですからね。そうですね、食べた方がいいですよね。サービィとか結構な、いやそうですよ、そのおにぎりとアンパン買ってって食べて、終わった後またアンパン食べてみたいな、はい、そうです。まあ結構趣味が本当に大趣味になって、そうですね、そうです。逆にと言いますか、はい、なんて言うんでしょう、仕事も運動 もう大体みんながこう時間ができたらやりたいみたいな、はい、何かあるじゃないですか、はい、そういうのができてて、はい、将来的にもっと考えてる、将来的にありますか。まあ、もう結構2時間睡眠でももう短いとは思います。そうですね、はい、皆さん90分とか言うじゃないですか、で、はい、そこがなんかこう一個こう壁だっていうじゃないですか。あ、そうですね、それを見るかどうかは今悩んでます。あ、悩んでますか。2時間はもうなんか1週間ですけど、うん、完全に余裕なんですよ、はい、2時間半はちょっと苦労したんですけど、はい、2時間余裕だったんで、うんうんうん、なんとなくわかる、そう、はい、だからこっからもいけんじゃないかって今思ってるんですけど、はい、いけないって言われてるんですごく興味確かに、だから昨日質問してたんですけど、あ、そうですね、そうそう、だからこれをプロセスが、そうですね、これを見に行くかどうかは今ちょっと悩んでますかね。はいはい、もう1回90分とかそれ1回やってみていいですよね。そうですね、その後に多分2時間睡眠すら、はい、うん、もっと余裕のやっちゃうんだったな。いや確かに今3時間戻ったらもう楽すぎるんで多分普通
ではないというか、あ、そうですね、多分あまり他の人に言うと、いや、そうなんですよ、あの驚かれたり心配は、いや、驚かれないですもん。あ、本当ですか。気持ち悪がるんです普通に。あ、不思議なもんですよね。3時間って意外と納得ないんです、みんな。あ、そうなんですか。でもなんか3時間を俺2時間半とか2時間にしようと思ってるんだよねって言うと、うわ、キモってなりました。なんでしょうね、たった30分ですけどね。確かにそうなんですけどね。3時間っていうのはなんか、うん、あれですよね、なんか眠りのサイクルみたいなのよく言われる。あ、よく、あ、確かに。で、多分固定概念があるんでしょうね、皆さんの中で3時間までならっていう。 あ、そこでそうなんですね。わかんないですけど、3時間でも異常だと思ってるけど、それ以上やるのはもう気持ち悪いですよ気持ち悪いですかねみたいなでもいいじゃないですか、こう頭痛なくなったり、肩こりなくなったり、ね、なんかでもそれを言うとちょっと宗教臭いじゃないですか。あ、確かにそうですね。僕も別にあの万人になってほしいとも思わないんで、まあ、身近な人になってほしいと思います、うんうん、すごい自分が良かったんで、自分の周りのスタッフとか、うん、まあ、家族とかにも言いましたし。あ、そうです、ね、そうです。周りでね、結構眠りに苦しんでる人たちに、苦しまなくていいよって言ってあげるだけで、うん、結構あの寝るのが楽になったりとか皆さんするんで、別にショートスリップしたいわけじゃなくても、うんうん、眠りが楽になるだけで周りがこう良かったって言ってくれてるので、その辺の情報はもう出してあげていて、うん、もしなんかやりたい人がいたらショートスリップ、うん、まあね、通ってもらったりして、うんうん、なってもらったら僕もあの友達増えるんで、夜中遊んでる増やしたいと思ってますと。うんうん、ただあのなんか別にみんなになってほしくないというか、ならなくていいって思うのは、はい、まあ得してるじゃないですか、こっちが今。まあ、確かに正直。まあ確かに。得でしょ？そうですね。みんなに得させるのもったいないじゃないですか。睡魔って僕今気づきませんでしたけど、魔って悪魔の魔じゃないですか。はい。はい、本当に悪魔だったんだなと思ったんです、だからこのショートスリーパー始めてから。はいはい、睡魔にこう悩まされてる時ってもう異常なほどやばいじゃないですか、うん、精神状態。まあそうですね。で、なんか今までは寝りゃいいだけだったんで、うん、我慢するってなるともうやばかったから。あ、確かに、うんうん、そう、あ、睡魔の魔が悪魔の魔って書くのは本当に悪魔だったんだなこいつって思ったんですよ。あ、はい、だから、はい、やっぱ中途半端なやつに合わせるとちょっと、あ、よくない、悪魔的な行動に出ちゃうかもしれないから、はい、もう進めない方がいいです。あ、本当ですか、うん、やめてください、はい、みたいな。やりたい人がやるっていうのは本当大事ですね。そうですね、うんうん、ちょっと普通じゃないですから、ね、普通じゃないですね。よく言う睡眠とか、なりたいぐらいの軽い気持ちだったらやめた方がいいですね。ありがとうございます正直。はい、わかりました。じゃあそんな感じで、はい、やりたいって思う人はやっていただいて、はい、ではそんな感じで、はい、そんなんで大丈夫でした。あ、はい、まあ、まだ全然僕あと1時間ぐらい喋れます。本当ですか本当ですか。はい、皆さん本日はありがとうございました。はい、受講生さんのですね、お声とかインタビューも、ぜひ、お伝えできたらなと思いますので、また、ご視聴いただけたらと思います。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回の動画もお楽しみに。